初代スタッフフォード公爵、グランビル・ルーソン・ゴアは、イギリスの政治家、貴族。18世紀中期から、後期のイギリス政界で、閣僚職を歴任した。父が、ゴア伯爵に上された1746年から、自身が爵位を継承する1754年まで、トレンタム主爵の儀礼称号で称されていた。1754年に、ゴア博爵位を継承し、 1786年には、スタッフ,フォード公爵位に助せられた。1721年8月4日、第2代、ゴア男爵ジョン・ルーソンゴアとその戦災のイベリンの間の長男として生まれる。ウェストミンスタースクールを経て、オックスフォード大学、クライストチャートへ進学。1744年12月にビショップズ、キャッスル選挙区の補欠選挙から庶民委員議員に初当選した。 1747年の総選挙からは、ウェストミンスター選挙区。1754年4月の総選挙からは、リッチフィールド選挙区に倶替えして、当選を続ける。同年12月25日に、父が死去し、爵位を継承して、貴族院へ移籍した。1755年1月にスタッフ,フォードシャ会知事に就任。さらに、同年12月に第四代ベッドフォード。 公爵ジョン・ラッセルの援護を頼って、王子証書に就任するとともに、数密顧問官に列した。1757年6月には、シュメ党。1760年11月には、衣服保管長官。1763年4月には、区内長官と転任する。しかし1765年7月には、保育革新派の領収、 第2代ロッキンガム公爵チャールズ・ワトソン・ウェントワースが首相となったことにより辞任に追いやられた。1766年8月には首相初代チャタム伯爵ウィリアム・ピットから海軍大臣としての入閣を求められたが拒否した。しかし1767年12月には第1大倉卿の第3代グラフトン公爵オーガスタス・フィッツロイの求めに応じる形で 数密院議長に就任した。以降10年以上の長期にわたって同職に在職した。1771年2月にガーター勲章を受訓する。はじめアメリカ独立戦争継続派だったが、途中で考えを変えたため、1779年11月に数密院議長を辞職して、ノース教内閣から離れた。彼は、 国王の友と呼ばれる親国王派の議員と見られていたので、1782年3月に、ノース教内閣が崩壊した際には、国王ジョージ三世から組閣を打診されたが、彼は組閣のためには、野党ロッキ金ガム公爵派の協力が不可欠であり、自分ではそれを得ることは、不可能と判断して廃止した。1783年3月の第二大シェルバーン。 白爵ウィリアム・ペティ内閣の崩壊後も、疎格の打診を受けたが、やはり廃止している。1783年12月に、ウィリアム・ピット内閣が成立すると、再び数密院議長として入閣した。1784年11月からは、王子証書へ転任した。1786年3月1日に、スタッフフォード公爵に助せられる。1794年7月に、 第3代ポートランド公爵、ウィリアム・キャベンディッシュ・ベンティンクの入閣を機に、王子賞を生じした。1803年10月26日に、スタッフ,フォードシャーのトレンタムホールで死去した。1744年12月に、ニコラス・ファザカーリーの娘エリザベスと結婚したが、彼女は結婚後間もなく死去した。1748年3月に、 初代ブリッジウォーター公爵スクロープエジャートンの娘、ルイーザと再婚し、彼女との間に以下の4校を設けた。1768年5月には、第6代ギャロウェイ伯爵、アレグザンダー・スチュアートの娘スザンナと3度目の結婚をし、彼女との間に以下の4校を設けた。ありがとうございます。